おはようございます。ダイモンです。いつも生き物チャンネルご視聴いただきどうもありがとうございます。今日はね、長野公園に、お邪魔しております。あれと一緒で、オケラと一緒で、最高、なんか可愛い感じ。ちょっとね、こういう ハプニングというか、こういうのうまいね。今日は秋の虫やったはずやね。最後の最後、全部持ってきてるね。全部持ってかれましたね、モグラさん。いくよ、はい、せーの、はい。はい、こんな感じですね。はい、モグラです。噛んだりせえ、噛みます、微調が1.8、体長が 10.1。 何が 1.8？ 微調、微調、こんな感じです。目がここにあるんですね。これね、モグラがね、今日取れました、観察会で。はい、種類はちょっとあれですが、また後で言います。まあモグラですね、こんな感じで手がね大きいのがモグラの最大の特徴です。すごくあったかいですね、高温動物で。はい、でまあモグラっていうと土の中入ってて、こういうふうな すごい前足が、鋭い前足で土を掘り分けて進んでいくという、そういうふうな種類です。はい、でなのでね、でちょ若干ちょっとかわいそうなのが、今光がね、彼らほんまは暗いところがあれなんで、あんまり明るいところに長時間いるとちょっと弱ってしまうっていう性質があるんで、ちょっとそろそろ離さないとダメなんで、あんまりあれなんですけど、はい。で前のね、尖った鼻のような部分で獲物を探します。視覚が弱いので、前のこの先端のね部分で獲物を感じて、で前の牙でね噛みます。で噛んだとこに実は微毒があるんですね、これ。微毒があって、獲物を弱らせてから仕留めて捕食します。はい、で敵に狙われないために体からねちょっと匂い出して、これ男の子ですね。はい、生殖器があります。はい、っていうような感じで、はい、でした。以上です。何モグラですか？どっちやろ、多分神戸モグラかなと思うんですけど、色がね、神戸モグラやったら金色色が強いんで、ミズラモグラかもしれないなと思って、ミズラモグラやったらすごくレアです。後で帰って調べます。大阪府だと珍しい、絶一かな、絶二かどっちかやったと思う。はい、では返します。はい、今日はね、秋の鳴く虫ということで、もうちょっと終盤なんですけどね、これちょっと寒くなるのが早くて終盤なんですけど、まあそこそこ取れたかなと思います。まあ、最後にね、ちょっとモグラが取れるっていうちょっとハプニングで、全てモグラに人気の座を持っていかれちゃいましたけど、まあそこは仕方ないですね。観察会っていうのはこういうことがしばしばハプニングが起きますんで、まあ仕方がないことかなと思います。まあモグラが見れてね、モグラのね、体つきとかもしっかり見れて、いい勉強だったかなと思います。はい。で今後はまた生き物、これから秋に向けてだんだん入れ替わってきます。今度虫が少なくなって、虫はね越冬する昆虫とか出てくるんですけど、それは朽ち木の中とかそんなに見たりします。で今度鳥がね、冬鳥、カモの仲間とか、そういうのをぜひまた探しに行きたいなと思いますので、また今後ね、今後ご期待ください。以上です。はい、
皆さん最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。これからも生き物観察のコツや生き物に関する豆知識などを時折挟みながら動画を定期的にアップしていきたいなと思います。本人のモチベーションにもつながりますのでチャンネル登録・高評価していただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。